時前なので、ちょっとマイクを使わないで、で今日はちょっと午前中はライブしようってことで、ゼマイティスちゃんでやってたんですけど、ちょっとこれは今までこの3曲は今までこのウクレレで演奏していないので、ちょっとやってみました。この3曲はね、いろいろ思い入れがありまして、まあリベンジっていう意味もあるんですけど、最初は、高橋真理子さんのごめんね。これは石川県の小松市にいるときに、最初にそのラジオのカラオケの電話でカラオケするってやつで出たら、チャンピオンになって、チャンピオン大会に出たやつで、だから結構この歌は歌えましたね。うん。で、その歌を今度自分がウクレレで、弾きながら歌えるようになったっていうのはめっちゃ嬉しくて、確かこれは元気、ほぼ元気だったと思うんですけど、うん。それで、やっぱりこれはタン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 なので、基本アルペジオなんですけど、多分、前、弾き語りでアップした時には、アルペジオでは弾いてないと思うんですね。うん、普通にストロークで弾きながら歌ってて、だから今回は、このね、アルペジオが綺麗に聞こえるという、一部で評判のエンヤちゃんのウクレレで、ちょっとチャレンジ、再チャレンジしてみました。サビ以外は、アルペジオで弾いてみました。で、1曲目が高橋真理子さんのごめんねで、2曲目はもう割とウクレレ買ってすぐぐらいに、ガズレレさんのやつで、コード一緒かどうかちょっと忘れちゃったんですけど、やって、花とか灘草草とか沖縄が好きなので、こういう歌歌えるの、ウクレレで歌えるのね、もともとそう南国の楽器なので嬉しいなと思ってて、初めこれやってた時は声出てたんですけど、1月のデパートライブの時、なんだ声が出にくかったんですよね。うん。なんか頃喉やられてたんでしょうかね。なんかなかなか声が出づらくて、なんかちょっといまいちだったのがあったから、これもリベンジですね。今日はさすがにずっと朝からタイガース歌って、I Believe 歌って。で、I Believe が、一応あれ、地声で出たんで、I Believe が地声で出るならこれも出るかなという、これは元気じゃないはずだから、出たんで、やっぱり歌ってないと声は出なくなるかなっていう感じですね。うん。というわけで、これも一応リベンジ。本当はこれもアルペジオでやりたいんだけど、まあ、これは、うん、いいかな。歌が、ゆったりした感じだから、で、さっきもアルペジオだったから、これは普通に、デパートライブ仕様で歌いました。声を出すっていうのが、メインなので、これ歌、この歌をね。というわけで、2曲目が、私的にはこれは石峰さと子さんの花。で、3曲目が、もう私、幼少の頃から、でっかいガッチャンって入れる、カセット型のカラオケの、親戚で集まった時には必ず歌わされるという、いろんなバージョンがあるけど、私、やっぱり木村智恵さんの、本家本元のなにわ節だよ、人生。はもうこれはどこ行っても盛り上がるんですけど、これ結構最初三味線が入ったりとか、結構リズムが結構難しくて、歌の間はいいんですけど、この間の間奏が結構間が、やっぱバンドとかないとリズムがキープできないんですけど、逆に誰もいないから自分の好きなようにやれるっていうのがあって。で、これも最初の頃に、まあ、好きな曲だからウクレレ買ってすぐぐらいにアップしてるんですけど、まあ多分、はっちゃめちゃだったと
思います。なんか今聞き直そうと思わないから、うん。で、これも一回なんか声が結構出なかった時があって、バンドで歌ってた頃かな。多分これよりキー高かったのかもしれないんですけど、高いとこ出ない時期がやっぱりあって、で、今日はなんか割と、拳も回って、いい感じで歌えたので、ずっと私演歌っていうと、意外とこれライブで、よその、例えばともちゃんとかバンドの演奏では、なにわ節をやってるんですね。だけど、ウクレレの完全なやつでは、なんか、失敗したら、かなり盛大に失敗そうな気がするので、なんか、このリズムをキープするのが難しくて、実はまだやってないんですね。帰ってこいよとか、ノラとか、ヒサメとか、なんか、ある程度こう、キープできそうな、音域とリズムと、ちょっと安心感のある演歌はやってるんですけど、間違えてもなんか修正ができそうなやつ。だけどなんかこれ、なにわ節はなんか一回弾けちゃったら、飛んでっちゃったらなんか戻ってこれなさそうな感じがして、どうしても今までやってなかったんですけど、でも、もともと、ほんと中学生ぐらいの時から、ずっと歌は、されてた。うん。でも自分も好きだから、歌ってたから、やっぱり、うん。せっかく自分の好きな歌を弾いて歌えるようになったんだから、これもちゃんとリズムキープして歌えるようになりたいなってことで、また再チャレンジをしてみました。というわけで、今日は3回目のアップなんですけど、リベンジ曲集として、私の好きな3曲、高橋真理子さんのごめんねと、石嶺さと子さんの花と、木村智恵さんのなにわ節だよ人生はでした。それでは。